20世紀初頭、ポーランドはロシアに支配され、15万から20万人ものポーランド人が極寒の地、シベリアへと強制的に送り込まれた。私はオルガ、シベリアに住むポーランド人。オルガ、お前だけは生き延びろ。ごめん。パパ、ママ、目を開けて。1917年、革命が起こると、ロシアは内戦状態になり、シベリアも戦場に。戦火に巻き込まれ、飢餓と寒さ、病気で命を落とすポーランド人が続出。ママ、怖いよ、寒いよ。混乱の中、私のように大勢の子供が両親を失い、シベリアで孤児になった。ウラジオストクに住む同胞が救済を必死に訴えるが、どうか孤児だけでも助けてください。悪いが、そんな余裕はない。うちも無理だ。欧米諸国が手を差し伸べてくれることはなかった。そんな中、最後の頼みの綱は、馴染みの薄い極東の島国、日本。渡辺領事、我が子になけなしの食料を与え、親が力尽き、親の遺体のそばで泣きながら、大勢の子供が命を落としています。何の罪もない子供だけでも助けてもらえませんか？なんてことだ、そんな悲劇が。わかりました。早急に救出計画の協議を始めましょう。渡辺領事が救済を約束してくれたのだ。日本政府はわずか17日で救助を決定。我々が皆を保護します。日本で療養した後、祖国に送り届けますよ。やった！でも日本ってどこ？どうやって行くの？大きな船で行くんですよ。間もなく私たちはウラジオストクの港から船で日本へ出発。本当に日本の人、私たちを助けてくれるのかな？大丈夫だよ、多分。ほっとする反面、見知らぬ国への不安も大きかった。でも日本に到着すると、みんなよく頑張ったな。こんなに痩せて、でももう大丈夫よ。温かい出迎えを受け、孤児になって以来初めて泣いた。帰国船の準備が整うまで宿舎で共同生活を送ることに。みんなこれに着替えるといいわ。あ、なんだ。お菓子。渡された浴衣の袖にはお菓子がたくさん詰まっていた。宿舎にはいろいろな日本人が連日慰問に来てくれた。みんな早く健康を取り戻すのですよ。気の毒にね。大変だけど生き抜いてね。言葉はわからなくても日本人の真心は十分伝わってきた。みんな縁もゆかりもない私たちにこんなにも優しくしてくれることに驚いた。ありがとう。困った時はお互い様さ。私たちが最初に学んだ日本語、それは感謝の言葉だった。しばらくすると、栄養失調で弱っている孤児たちの間で腸チフスが流行。うわ、苦しいよ。頑張って。お水。はい、お水よ。みんな懸命に看病してくれた。でも看護婦さんの一人が感染し殉職。僕がチフスになったから、あんなに親切に看病してもらったのに。ごめん、私たち悪い。そんなことない、誰も悪くないのよ。我が子が病気になったら自分を犠牲にしても助けるわ。ここでは私たちがみんなの親代わりなんだから当然よ。ありがとう。その勇気と真心に心から感謝した。そんな辛い出来事の後も、みんな私たちに温かく接してくれ。君が世は地よに、日本の国の歌よ。一緒に歌おう。君が世は地よに、や地よに。日本の歌も教えてもらった。さらに私たちのもとに嬉しい招待が届く。皆さん、動物園へようこそ。特別に象に乗せてあげよう。すげえ、最高。象に乗る体験もさせてもらった。帰り際、片言の日本語で園長さんにお礼を言うと、ありがとう、ありがとう。そうか、みんな楽しめてよかった。本当によかったよ、頑張ってね。涙を流しながら励ましてくれた。私たちは日本が大好きになり、ずっといたいと思うようになるが、みんな帰国船の準備が整いましたよ。そっか、私日本にいたいな。国同士の取り決めは覆せない。帰国の日、神戸港にはたくさんの人が見送りに来てくれた。元気でね。気をつけて帰るんだよ。皆さん、本当にありがとう。忘れない、ありがとう。船に乗り込み、大声で歌いながら誓った。君が愛よ。
祖国に帰っても絶対忘れない日本で受けた恩、出会った素敵な人たちのこと、日本とポーランドの国旗を手に何度も叫んだ。ありがとう、さよなら。ありがとう、幸せになるのよ。元気でな。みんなが見えなくなるまで手を振り続けた。私たちは1922年秋、ポーランドへ無事帰国。いつかまた日本に行きたいな。うん、みんなにお礼が言いたい。シベリアで瀕死の状態だった私たちが祖国で成人できたのは、ひとえに日本のおかげだ。だが1937年、ナチスとソ連の相次ぐ侵攻で祖国は再び戦場に。戦火で親を失った孤児たちを目の当たりにすることになる。私たちみたいな子供を一人でも減らしたい。今度は俺たちが助ける番だ。みんなは俺たちが守る。大丈夫よ。レジスタンス運動を密かに展開しつつ孤児院の子供たちを守るが、ナチスに目をつけられ、孤児院は秘密警察に何度も踏み込まれた。お前ら反乱を計画してるんだろう。言いがかりです。孤児たちの世話をしてるだけよ。だが窮地を助けてくれたのは今回も日本だった。待ってください。彼らの身元は日本大使館が保証します。さあみんな、日本の歌を聴かせてあげて。は、はい。普段孤児たちに教えていた日本国歌を合唱し、奴らを撃退。胸のすく思いだった。我々はこれで。でもその後第二次大戦は激化。日本大使館も閉鎖され、暗い時代が訪れる。戦後も東西冷戦で運命に翻弄された祖国に、1989年ようやく自由が戻った。まだ日本に恩返しできてないな。そうね。日本の素敵な思い出と感謝はいつも私たちの胸の中にあった。民主化の混乱が収まりだした矢先、阪神淡路大震災のニュースを目にする。嘘、みんなが見送ってくれたあの港が。ああ、なんてことだ。私たちはいても立ってもいられなくなった。そうだ、被災した神戸の子供たちをポーランドに招待しないか。まあ素敵、名案だわ。昔自分たちがしてもらったように心の傷を癒してあげたい、その一心だった。ポーランドと日本は地球の反対側ほども離れた国だけれど、ポーランドへようこそ。元気出して。ありがとう。どれだけ離れていても、時が経っても受けた恩は決して忘れない。